の選手が到着しております。それではレディースポーツ杯優勝しました中村雅人選手の入場です。大きな大きな拍手を持ってお出迎えください。ありがとうございます。ありがとうございます。優勝されています。おめでとうございます。中村雅人選手、まずは優勝を称しまして花束が中村選手に贈られます。皆様大きな拍手をお願いいたします。そうですね、久々なんでもう嬉しいですね、はい、しかも優勝は SG トップ以来なんですよ。そうですね、2着3着やっぱりスタートが遅いせいで、多かったものでなかなか、はい、優勝できませんでした。そして優勝戦ですが、東尾の選手とのデッドヒートを見せてくれましたね。そうですね、はい、自分の、まあ、先が良かったので、まあ、やり合いました。やり合ったら戦い終えてみて、勝因は何だったと思いますか？そうですね、まあ、エンジンが本当に上向いてくれたのが勝因だと思います。スタートの感じはいかがだったんでしょうか？一度目がちょっとあまり切れてなかったんですけど、まあ、ライングがあったおかげで、逆にうまくいきました。今節結局タイヤはどうされたんですか？タイヤは、まあ今日は昨日使ったタイヤで、今日のレース自分の中では何点ぐらいですかね？そうですね、90点ぐらいですね。高い点数いただきました。それでは最後に一言ファンの皆さんに向けてお願いします。そうですね、まあこれからも、まあ、一層一層、全力で、走っていきますので、ぜひ船橋ロードに足を運んでください。ここも応援をよろしくお願いします。千葉県公営競技事務所長として記念品が贈られます。中村選手、記念品が贈られます。皆様大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。では続きまして、デイリースポーツ賞としてデイリースポーツ広告事業局東京広告事業部長吉松一郎様より賞状が贈られます。中村雅人殿、あなたは平成23年度千葉県営船橋王と第28回デイリースポーツ杯争奪戦において当初の通り優秀な成績を収められました。よってここに本賞を贈り、その栄誉を称えます。平成23年7月6日デイリースポーツ、おめでとうございます。中村雅人選手、賞状が贈られました。続きまして優勝バッジが中村雅人選手に贈られます。ありがとうございます。スポーツ杯優勝しました中村雅人選手、バッジが贈られました。皆さん大きなバッジをお願いいたします。ありがとうございます。それでは以上をもちましてスポーツウォッチ面の表彰式を終了させていただきたいと思います。中村選手、次は G1 浜松を走ります。改めて声援を込めまして大きな大きな拍手でお見送りください。バスケ好きだ、今頼むよ。本当におめでとうございました。最後までお集まりいただきましたの船橋ショートは7月30日からの5日間開催東京スポーツ杯です。あの待望の31期生もデビュー予定となっております。ぜひ